はい、では改めまして、こんにちは。湘南ベルマーレサイクラブ背番号15、北元気です。湘南ベルマーレの、サテライトの監督をしています、村松と申します。よろしくお願いします。はい、村さんの奥さんのカフェに今お邪魔しておりまして、そのカフェの紹介は違う動画に上がっているので、ぜひそちら見ていただいてからまた戻ってきてください。まあ、どうせなんでね、はい、ちょっと2人で対談をしようということで急遽対談をしておりますので、はい、皆さんお付き合いください。よろしくお願いします。で、まあ、期待元気もそうなんですが、村松サテライト監督っていう人がどういう人なのかっていうのをちょっとね、ぜひ皆さんに知っていただきたいので、ちょっと紹介をぜひしていただきたいです。はい、お願いします。まあ、まず大学サッカーをしながら、まあ、フットサル始めたんですけど、プレーその時にもうすでにまあ選手兼監督みたいな感じだったので、一応まあ指導したっちゃ指導してた。でもまあ何も分かんない状況だったんで、まあ探り探りして、でまあそこからまあ飛んでスペインまで、まあ30歳前、27ぐらいでスペインに行って、まあ本格的に指導を開始したのがそのスペインの2年目で、子供たち U13 カテゴリーというと、スペインのチームってことですね。スペインの、まあ、インテルっていうチームなんですけど、それの U13、まあ、U14 年代ぐらいのコーチをやりました。でそこからまあ帰国してきて、まあ、その時に感じたのが育成は重要だなと思ったので、日本に帰ってきて育成年代を、まあ、僕がやらせてもらえるようなクラブがその時ちょうど話であったんで、帰って、まあ、そこから5年、6年ぐらいやって、で、まあ、そのクラブを離れることになった時にちょうど、まあ、ベルマーレの、まあ、お客さんですね、お客さんに出会って声をかけていただいて、まあ、来たっていう感じだと。ちなみにスペインは何どんぐらいに来たんだろう。スペインは2年、2年いて、はい、その2年目がその実質的な指導を始めたって感じ。ああ、そうです、そうです。1年目は選手として一応やってて。あ、そうなんですか。プレイヤーで言ってたんだ。そう、スペイン5部だけど。へえ。で、まあ、もう1個上げたいなと思って4部とか3部挑戦してたのと、あと最初バルセロナにいたんで、バルセロナは日本人多いから、うんうん、あとカタルーニャ語を使うんで、はい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 、指導士学校行きたかったから、そうなった場合にもスペイン語を学んでカタルーニャ語っていうハードルが自分の中ではちょっと嫌だったんで。なるほど。まあ、引っ越しして、マドリードの一人単独で引っ越しして、はいはいはい、でそこで自分でチームを見つけたり、いろいろ契約のこともやったりとか。自分で？だから失敗した。だから指導者になった。チャレンジャーだな。すごいな。そう、その流れで帰ってきて。で、日本で。じゃあことは、あれですね、今の話聞くと、向こうで経験したことを日本で生かそうっていう感じ、うん、ですか。それとも、うん、向こうでは向こうで結果を出すっていう意識で行って、うん、タイミングがあってから帰ってきたんですか。いやー、そこまで何も考えてないです。なんかもう自分の中で人生の転機っていうか、もう一回本当にフットサルとかサッカーにかけようっていう時期になって、で別に先とかじゃなくても今って感じで。そう、なるほど、なるほど。それとにかく行ってやって、うん、なんとなくスペインの強さの秘訣とか文化とか生活の感じとか分かったし、あ、日本で今フットサル界サッカー界に進むのはこういうことじゃないかっていうのもなんとなく分かった、はいはいはい、でそあと話もいただけた。なるほど。っていうのが重なって入って。なるほど。で、育成が大事だ。そのじゃスペイン、今フットサルも実はスペインが世界有数の国なんですけど、スペインのこう強さ、まあ、秘訣というか、まあ、文化とか、じゃあ育成が大事だって思うようになったって話じゃないですか、はい。で、日本に来て育成が携わるようになって、どうですか、その辺のギャップというか。ギャップ、そんなになかったのか。まあ、いや、ありますよね。あった。相当、まあ、もちろんまずやっぱ文化ですよね、環境。まあ、フットサルになったら特にやっぱ毎週公式戦があるのとないのでは違うし、育成年代、その U13、13歳、14歳でも毎週あります、ね、へぇ。だし、まあ、24時のコートで毎回やれるとか、あ、まあ、そういうのも違うし、20メートル、40メートルの公式戦のコートです、はい、はい、とかも違うしね。で、チーム数、審判の数、まあ、まあ、指導者の人数、まあ、まあ、全部違う部分はあるんで、まあ、正直、ちょっと諦めたいぐらい。違いはもちろんあるんですけど、あ、まあ、でもそこで諦めちゃったら終わりだし、うん、まあ、なんとか
スペインに勝てる、日本がスペインに勝てるっていうところを目指してやることは何かなと思って帰ってきて、まあ、それが育成だったんで。なるほど。まあ環境は違うけど、まあ、指導面で追いつくことは個人的にはできると思うから、リーグはないにしろ毎週公式練習試合入れるとか、ちゃんとプログラムされた練習を組むとか、スペインでやってるような、まあのが一番いいってわけじゃないけど、スペインに勝つためにじゃあ日本がどういうフットサルやったらいいかっていうのを自分の中で追求しながらやってきたっていうような。なるほどね。はい、いやここまで皆さん感じてると思うんですけど、村さんって言うんで村さんって言われますね。村さんね、フットサルにかける情熱半端じゃないんですよもう半端じゃないんです。あの巷ではフットサル変態って言われるぐらい半端じゃない。そうなの半端じゃない人なんで、ちょっとその熱をねぜひ感じてもらえたらと思ってるんですけど、じゃあそれをそのじゃあ日本でまあいいか悪いかというよりは、まあ村さんが感じてた中で言うとこういうことを変化させた方がいいっていうのがあったじゃないですか。はいはい、でベルナーレに来て、はい、でもベルナーレ多分育成ではなくてトップチームに関わってるじゃないですか、去年とかになってたし、はい、どういう風なあれがありました。こういうもっとこうした方がいいんじゃないかとかっていうのがあってやってました。はい、まあ最初に来た感じ。そう。いや正直そんなに余裕ないっす。やっぱり自分に与えられた役割があの時はもう練習メニュー組んで、まあ、なんならどういうゲームをするかっていうことを考えて、でトレーニングのモデルも組んで、じゃあ1週間どうやってやっていこうかっていうのを組むっていう役割をまあもらえたんで、まあ、そこにとにかく取り組むっていうところでしかなくて、まあ、もちろん、まあ、前のっていうか自分がやり志すフットサルと、他の監督が志すフットサルっていうのは必ず違うんですよ、どんな監督なんて、だからその差をどうするかとか、逆に言えば、まあ、その差を生かすとか、そういうのは考えてはいたけど、そういうとあれですよね、井村さんがレーマンに来たシーズンってシーズン頭からじゃなくて途中からじゃないですか。だから、まあ、それこそ、まあ、今までのっていうのもあるし、そのシーズンで言っても、はい、そのシーズンのプレーシーズンから始まったチームのモデルがあって、はい、途中から来てるじゃないですか。で実際僕が一緒に質問、まあ、僕は選手としてで、まあ、当時はコーチとして一緒に仕事をしてきて、なんかしただく中で感じているのが、プレーモデルをこう用意するっていうのはある程度の、まあ、モデルはあるんだけど、その中で選手が中でピッチの中でコートの中で自分たちが解決する、修正するとか決断するとかっていうのが、まあ、練習の内容にもそうだし試合の中でも、ね、多く選手として要求されてきたような気がしてて、それでいくとなんかその部分が、はい、皆さんにとっては伸ばしたかったところだから、そうですね。ってこと、まあ、フットサルってスポーツは要は選手たちがコート上で、まあ、いろんなあらゆるシチュエーションの中で決断をしていくっていうスポーツだから、まあ、それを考えたときに間違ってるとか正しいとかそうじゃなくて、とにかく決断していってほしい。でそれって決断しろってまあ一言で言えるけども、でもその裏にはじゃあその状況がどうかっていうのを知らないといけないし、その状況に対して何をするかっていうのをしかも F リーグっていう舞台のところで、まあ、選手たちは勇気を持って決めないといけないわけで、そっちの心理的な方をまずなんか強化したかったというか、逆に言えばそんなにフットサルが変に、まあ、めちゃくちゃがっつりなんかやるっていうのはそれが遅れても、選手たちがそうやって決断できる選手になっていった方が僕は強いチームになると思ってるから、自分のフットサルをこう綺麗にこうやりたいとかそっちではなくて、もちろん日々追求はしてるけども、し、自分あと選手決断って言っちゃうとよくありがちなのが、選手の決断のせいにしちゃう監督っていうか、はい、あえて決めたから、まあ、責任逃れっていうと部分はちょっと感じる監督とも僕はいたりしたから、それだけは
意識を常に持ってるって、決断しろっつって言って、決断したのお前じゃんってね、それはちょっとね、おかしいじゃない。あの時すごかったのは、やっぱ選手たちがすごくて、本当に負け続けてたんですけど、最初の時。うん。だけど、ね、そうだね、最初は良くなかったね。だけど、毎回の練習に来る、取り組む姿勢とか、入ってくる雰囲気とか、そういうものが、毎回毎回、すごかった。すごかった。その落とさずに、常にこうやっていこうっていうか、それがチームの中にあったんで、まあ、僕も、まあ、やっていけたっていうような感じだと思ってるんですけど。このシーズンでしたっけ、なんだ、何連勝だったの確か。結構勝ったね。勝ったと思う。最後の方、そう。なんか、そう、その時もね、多分、やりたかったことが少しずつ、こう、選手たちの中に入っていったんじゃないかなっていうのがあって、まあ、こういう、いや動きをしましょうって決める方法もあると思うんですけど、どっちかって言ったら、それよりさっき言った、おのおのの決断の連続でっていうスタンスというか、があって、それがこうみんながみんな、自分たちで決断してるんだよっていうのも分かり始めて、でその決断を尊重してるからこそ他の選手もその決断に合わせた動きを決断していってっていうのの連続、うん、だからある意味自分の決断に自分で責任持ってプレーしてるし、味方の決断にちゃんと尊重してこうサポートもできるし、うん、っていうのがこうなんかやっててあったかなっていうのは、それいいっすよね。それいい、うん、いいっていうか、それを目指してるね。すごくいいと思う。リスペクトし合う。そう。それぞれの決断を。で、まあそれこそ僕がスペインで学んだ最初のことがその決断だったから、ミゲル・ロドリゴって日本代表監督がスペインに遠征来た時に、もう言ったのは日本人に足りないのはやっぱり決断だっていうし、いろんな人、日本に関わった人はみんな決断が足りないって言って、でまあ、それを勉強していく上で、あ、こういうことかっていうのが分かってきて、まあ、いろいろ教育とか文化とかある中でも、僕はそこにまず第一にその取り組みたいと、なんか言い訳なしになんか文化どうこうではなくて、それを突き詰めてやった先に日本人のその後にいい具合を探せばいいと思ったから、もしかしたら合ってない可能性がここまで決断に吹っ切れちゃうの、だけど、うん、まあ、日本にとっても不フットサルサッカー選手に大事なのは、やっぱその、まあ、簡単に言ったら決断の部分であって、でまあ、なおかつ、まあ、それを広めるためには、やっぱり僕は結果を出さないといけないと思ってるから、うん、こういう湘南ベルマーレというクラブに呼んでもらって、でこういう機会をもらえて、今やってますけども、そういう挑戦をしていって、いつかまあ日本一を取って、そうなった時には、ほらね、まあ、変な話だけど、ほらねっていうことも言えるし、でそれによってなんかこう、この地域とかね、みんなのこう還元できると、僕の中では、まあまあもう見えてるんですけど、もう絵はね、あるんですけど、うん、そういう絵はあります。決断的なところでいくと、多分、まあ、僕ら今の、うん、トップカテゴリーとされてるところって、まあ、いわゆる大人じゃないですか。でも大人のことをところにあれフォーカスするのいいんですけど、それがどんどんこう、それこそ言ってた育成年代、中学生とか、小学生とかってどんどん下がれば下がるほど、なかなか難しいじゃないですか。でもそこのところから決断に対してアプローチできてきたら、多分この地域の、選手とかに限らず、人材としてね、このベルマーレのホームタウンのこの、地域の子どもたちからもいい人材がこう成長していって、まあ、それが選手っていう方向行けば選手としてもいい人材、いい選手になるし、それが違うまた分野で活躍できる人材が生まれていくしと思うと、そのやってることやりたいことがこうよりね、まずその言ってた結果出す、僕らが結果出せば説得力出るじゃないですか。説得力を持って地域の方に、地域の子供たちに還元できれば、よりね、よりいい人材がこう湘南地域に集まっていくというか、増えてくるから、相乗効果ですね、指導者も多分それを見て、学び始めるし、
や僕らの活動がね、もう推奨地域、なんならもうね、日本にまで広がるぐらいのね、その気で日本のフットサル、うん、あなたのプレーで頑張る頑張りますというところで、熱くなっちゃうから止まらなくなっちゃうんで、この辺で、はい、じゃあ頑張っていきましょうか。はい、はい、ありがとうございました。